ジェヒソは、韓国の女優、サラムエンターテインメント所属、ソウル特別市出身、小学校2年生から5年間、日本で暮らし、大阪市で育つ、中学、高校とアメリカで過ごし、その後、韓国に戻り4世代学校に進学。2008年、カリフォルニア大学バークレー校に進み、韓国人初の芸能功労賞を受賞した。2009年に、 映画、十両、ガールズキングコングを持ち上げろ。で、俳優デビューしてから8年間は、無名の時代が続いたが、ある日、電車の中で舞台のセリフを小さな声で読んでいたところ、たまたま向かいに座っていたイ、イジュニック監督に声をかけられ、日本語が堪能だったことから、同監督の映画、空と風と星の詩人、陰頭中の生涯で、日本人大学生の役に抜擢される。 翌年同じくイ・ジュニック監督の映画、金子ふみ子と僕列で、金子ふみ子役を演じ俳優人生で、初めて主役の座をつかむ。この演技が高く評価され、新人賞を総なめにすると、韓国のアカデミー賞と称される、大金賞映画祭では、新人女優賞と主演女優賞を W 受賞する快挙を成し遂げた。2019年9月、一般男性との結婚を発表し、 挙式を挙げた。2021年には、日本の映画監督、石雄也による韓国を舞台にした映画、アジアの天使でヒロイン役を務める。ありがとうございます。